何をやってるのゴート君。ゲートの使用は禁止したはずよ。先生は歴史に興味がおありですか？私は知りたい。定説通りなのか、例えば邪馬台国がどこにあったのか、本能寺の変の事実も確かめたい。中学で提出した研究論文を充実した報告書に直すことができる。残念ながらゲートで行けるのは決まった時空だけだ。一体どうしたの？真実を知りたい、それだけです。大丈夫？あなたらしくないわ。私を理解したと勘違いしていますね。そう、それは誤解だ。ともかくゲートの操作はやめなさい。ここは封鎖するわ。まるで隠し事でもあるようだ。隠すことなんて。待って、いいですか、私がこうしてメモを取るのは理由があります。コンピューター上の情報は虚構だ。信じられるはずがない。そう思いませんか？やはりおかしいわ。おかしいのは私じゃない。あなたが変わった、その理由は何です？何を？森村先生、あなたは本当は誰なんです？探査装置で何か分かったかい？地上はどこも壊滅だけど自動工場だけはフル稼働してる。怪獣の大増産よ。やあ、慣れたかい？この40年間にテクノロジーが煩雑化せず統合の傾向にあるのは驚かされるよ。昔の人間とは思えないね、君は。どうでしたか？予想通りよ。だろうね。どこも原発は安定してる。他国も同様の状態ね。奴らは自動工場を止めないように攻撃してる。自動工場というのは大きな工場なのか？自動化が進んだ結果、2080年頃から工場を単一で扱わず全ての管理が自動なんだ。世界中にある12億の工場が統合されたシステムだよ。顧客の要望をもとにコンピューターが設計し、効率のいい部品発注から組み立てと製造の管理も自動で行う。人がその工程を把握する必要がなくなったんだ。何でも作れる地球規模の製造工場さ。世界12億の工場が自動管理され一つになった世界規模の製造システム D と呼ぶ機械の怪獣を自動生産し続けている。コルカタとチェンナイのプラントを調べてみたわ。この時代最大級の工場プラントだ。稼働率がここ3日で2倍になってる。前回と同じか。時期も合ってる。次の動きは間もなくね。森村さん、本当に私のいた2064年もこの時代のように攻撃されるのですか？間もなくあいつらは2064年にも現れる。それだけははっきりしてる。繰り返しよ。いえ、少し違う。前回では騎兵はなかった。そうね。そっちは何か収穫があった？多少は。一部だが地下の中枢からデータを引き出せた。ゴート君、ニュースのアーカイブです。事件報道なんですが記録された年代に驚かされますよ。いつのデータなの？2188年、今いるこの2104年よりさらに未来の記録です。見せて。20日未明、人身売買斡旋と違法クローンの疑いで入念者の役員ら8人が逮捕されました。当局は記憶の書き換えが目的の犯罪と見ており、組織的な手口から余罪を追及しています。記憶操作の犯罪は年々増加の一途です。インナーロシターなどのナノマシンを介してシナプスに記憶情報の書き込みをする記憶操作で、近年さまざまな犯罪で使用されてきました。今回の逮捕と類似のケースで、記憶を他の体にダウンロードする生まれ変わりが目的で行われた犯罪だけでも、昨年1年間で検挙は460件に達しています。2188年に起きた入免者による事件の記録だ。ナノマシンを介し体を乗っ取る犯罪に幹部らが関与していた。記憶のダウンロードなんてできるのか。2188年6月の事件です。伊田君、彼の話は続きがあります。このニューメンという会社に関連した記録がもう一つあります。その3ヶ月前、3月のニュースです。インナーロシターの大手入免者を敷島が TOB で買収しました。敷島の CEO のコメントです。22世紀、ナノマシンは飛躍的な発展を遂げました。肉体そのものを情報端末に変える技術、インナーロシターの登場で人類は一段進化し、今では誰もが当たり前に世界そのものを共有することができます。その先駆け、入面のナノマシン技術は今後、敷島の事業全分野で新たな原動力となるでしょう。これにより敷島はインナーロシターの世界市場でシェア第3位に躍り出ました。入免者の事件の3ヶ月前、世界企業の敷島は入免者を買収。インナーロシターというナノマシン情報技術で世界トップレベルの企業となっている。コメントにあったインナーロシターというのが僕たちの体にあるナノマシンだと思う？おそらく。ここでも敷島ね。事件の発端がさらに未来だとある程度予測できていたけど、2188年か。この2104年より未来へは転移できない。残念だけど確かめようがないわね。今はこの件を追うよりゴート君が育った町を守らなくては。確かに時間はない。準備を急がないとね。2064年の学校に戻って他の2人の適合者の協力を得ねば。ゴート君、僕たちは騎兵の模擬戦闘だ。一緒に頼むよ。ええ。すみません先生。1985年で場所の用意が手間取って何日もこんなところに。非常事態なら仕方がないわ。ところで、この格好はあなたの趣味なの？お気に召しませんか？見た目の年齢を考慮して目立たない服を用意したつもりですが。歩けますか、先生。私を呼ぶときは千尋でいい。人前に出たとき怪しまれる。はい、千尋さん。さんもよしなさい。しかし、よく私を見つけられたわね。記録を見ました。あなたの意識がこの子供にダウンロード済みだという記録を。この体は私のコピーよ。あれは適合者に戻れるかの実験だった。結果は失敗だから記憶を封じたの。適合者とはゲートや騎兵を操作する資質ではないのですか？中枢の操作ができるのは適合者だけ。昔は私も適合していた。でも全て巻き戻った時、適合できなくなったの。それがどれほど重要なことか、あなたにもいずれわかるわ。私の本体は今どうなってる？先生はもはや別人です。乗っ取られたのだと推測しています。記憶の上書きを。明らかにこれまでと言動行動が異なります。今の彼女の行動は騎兵計画に反している。まるで426です。あるいはそのものかも。それで私を起こしたわけね。それだけじゃ証拠不十分よ。どちらにしても調べる必要があるわね。何せ私の記憶が封じられてから5年が経っている。起こされてみれば4セクターはこの惨状。まず5年間での出来事を教えて。いいですよ。でもここは落ち着かない。1985年でお話しします。設定はこれでいい。あとは生体認証がうまく通るか、UFO の中枢の操作ができる人間。適合者は体の中にナノマシンを持つ。うまくいったか？特定の制限を解除できたようだ。これで森村先生の ID を通せば先生の記録にアクセスできる。あった。彼女が残した記録だ。攻撃が始まるまでおそらく4年。肉体のコピーから適合が得られるかの実験を行った。セクターゼロに移した私のデータを元にした私の記憶を持つコピーだ。しかしコピーに適合性はない。私と同じだ。助かる方法はもうないのかもしれない。この実験の存在は伊田君にも教えていない。生まれたコピーは記憶を封じて昭和15年の三浦家に里子に出した。全く別の人間として生きられるだろう。奴らが来るまでは。クローンに記憶を上書きするあの事件、あれと同じ手法で自分を作ろうとしたのか。適合のために。適合はナノマシンの違いではないのか。まだあるな。最後に既読されたものだ。リナ君も戻らなかった。残った騎兵も汚染されて使えない。もう取れる手はあまりない。イージス作戦をやめた。これは人類の未来を犠牲にするになる。私にその決断ができるだろうか。だけど私と彼が存在するためにはこれだけが残された道だ。騎兵が汚染されたあの戦闘の後、森村先生が提唱し推進している作戦だ。森村千尋がUFO に残した最後の記録、イージス作戦について語っている。森村千尋と彼が生き残るために、人類の未来が犠牲に。彼が誰を指しているのか。うん。どういうことだ。私の名で登録された記録がある。記録などした覚えはないが。私だよ、ゴート・レイヤだ。クレジットは確認したか。では問題ないはずだ。手配しろ。いいか、どんな手でもいい。彼女を始末しろ。あの計画を阻止するんだ。黙れ。それはお前の仕事だ。彼女の計画を容認すれば我々は破滅だ。止めるんだ、森村千尋を。今のは私なのか。この男は2188年の敷島の重役だ。私の未来の姿なのか。誰かとの通話記録のようだが、相手の声は記録されていない。だが話の内容はわかる。森村千尋の暗殺を指示してる。私が南、また物質が荒らされてる。それに見てろ。仲良しのユキちゃんが MIB の人間だったなんて。 BJ のことはユキちゃんにも相談できない。わた何を見るんです。こっちで静かに。洗濯かごだ。見たか南。まずい。これはきっと犯人の盗撮用カメラだ。物質を荒らした変質者が仕掛けたものに違いない。いえ、これ私の。南の目覚まし時計なんですよ。時計？危ない危ない。そんなの持ち歩いてんのか。そのこれじゃないと時間わかんなくて。でっかすぎない？あれ、その格好で帰るの？ああ、ちょっと急いでて。MIB だ。君、待ちなさい。あ、着いたよ。今度はどこを探すの？セクター1って。セクター1探索済み。そっか、残念。セクター2ってトライポッドがいたところか。その下のはセクター5。過去にも行けるんだ。太平洋戦争終結の年ね。行ってみよう。アクセスコード承認。セクター指定。カビ臭かった旧校舎がすっごい木の香り。立って間もないんだ。夢みたい。 BJ 見てよ、過去の学校よ。本当に過去も未来も自由自在なのね。分かってる。ここでは慎重に行動しないと。未来が変わってしまったら大変。40年前ってことは3歳のお父さんがばあちゃん家にいるはず。ちらっと見てきたらダメかな。ダメよね、分かってる。騎兵、ここにあるの？ドローンの信号を検知した。稼働中の騎兵がある。表記は違うけど、ここが私の教室だ。あ、誰か来た。隠れなきゃ。時間通りですね。これが今月分の薬です。お薬、先月から変わったのかしら？どうしてです？ごまかさないで。私分かってた。あなたの薬で未来が見えてるって。でもこれは違う。飲むとひどく苦しいの。夢で見たことが思い出せなくなる。飲みなさい。悪夢を完全に忘れられます。悪夢？違う、あれは。何も知らない元の君に戻るんだ。この計画はもうやめだ。ゴートさん、待って。忘れてはいけないの。あれが助かる方法よ。ダメ、思い出せない。あやめ峠にある兵器じゃダメなのよ。思い出せない。今のゴート先輩、どういうこと？いや、40年前に先輩いるわけない。先輩のおじいさんだよね。そっくりだし。あやめ峠って公園のあるとこ？勝手に先に行かないでよ。ここ軍の建物よ。見つかったらどうするの？これが騎兵か。でっかいな。こんな目立つものどうしたらなくすのよ。騎兵は電気装置とリンクしてる。そうなんだ。ともかく見つかってよかったよ。これが19番機。そうか、17番って言ってたね。17番機探してる。19番機仲間の騎兵。私には動かせない。17番 BJ の仲間はどうなったの？小説を確認済み。それって死んだってこと？そうだな。BJ、 それよりこの機能、あ、システム変更されてる。メインを迂回してシステムを構築。なんだかわかんないけど、ここの人たちがやったんじゃない？この時代の技術では不可能。丸八丸丸に誰か来る。なぜ童子博士は計画を棚上げしてるんだ。もう騎兵は手足も同然だ。前線だろうとその力を遺憾なく発揮できる。なのになぜだ。いかんな。ここれでは高俊さんのようだ。セクナ、きっと上には上の事情があるのだ。号令あらば、いや号令がなくとも時満ちれば命を捨てるのみ。あんな子も戦っているの？今度はこっちから誰か来る。もう19番久しぶりだ。早速見てみるか。へえ、見事に迂回経路が生成されてる。まさか2人目で成功するとは驚きだ。すごいぞ三浦慶太郎。脳内をかき回すナノマシン再構築探査を発狂せずに耐えたのか。このデータで騎兵を奪える。おっと、グズグズできないな。童子博士が警備を戻す頃だ。騎兵のロックは約束通り解除と。もうここに用はないが保険をかけておくか。よし、これで三浦君に接触するだけでデータは拡散するはずだ。何よ今の子。急いでここから離れよ。うん。着いたよ BJ。データが完成していたとは。博士と交渉したのは正解だったな。設定がいじられてる。ここに誰か来たのか。このゲートも危険だな。元のキーに戻しておくか。撤収だ。ゲートを使ったの？まさかあの子も宇宙人？きっと変えられた電気的体。え？帰れないの？体積完了まで78時間24分。そんなにここにいられないよ。未来に帰る他の方法ないの？安全な天気、ここと騎兵だけ。騎兵？なんだ今の。また誰か来た。確かこの辺りだったな。時坂神社、神様でも見たのかな。まさかな。やっと休暇をもらえたというのにすっかり遅くなってしまった。千尋は心配してるだろうな。誰だ隠れているのは。待て、君は？はい、うん。高俊さん、せっかく建てた真新しい校舎なのに生徒は誰もおらんのだな。勤労動員で学生は皆工場へ行ってます。この国家気球の時ではそれも仕方のないことか。湾口の海兵から漏れ聞いた噂では、もはや戦える船はなく戦況は絶望的だと。同郷の同い年だが、彼は学年が一つ上だ。手のつけられないバンカラだったが、気風が合うのだろう。兵役についてからは威風堂々としたものだ。どうした慶太郎、召集に不服なのか？いえ、ただなぜ自分が選ばれたのかと。貴様の心配性は相変わらずだな。同期より一足先にお国のために戦える。誇らしいだけさ。心配するな。貴様もあれを見れば士気が上がる。あれとは？大っぴらには話せんが、戦況を左右しうる新兵器だ。これから行くのはその交渉なんだ。あ、そんな重要なものに学生を？俺たちはその新兵器の搭乗員候補生だ。もちろんこれは極秘だぞ。親兄弟にも言うな。はい。戦況を左右し得る秘密の新兵器、その搭乗員候補生に選ばれた。こんな私が役に立てるのだろうか。新兵器とは一体？それは騎兵と呼ばれている。俺たちの乗る騎兵が水際で敵を迎え撃つんだ。やはり本土に米軍が。外地の多数の基地が放棄され、もはや内地が戦場だ。祖国存亡はこの新兵器にかかっている。だが悲観するな。騎兵一つでその戦力は一空母、いや一個師団に匹敵する。必ずや本土を守りきり、その後米国本土へと反撃に出るんだ。後者には我々しかいないと思ったが、自分が見てきましょう。玉緒さん、こちらにいらしたのね。高俊さん、高俊さん立派になって。玉緒さん、どうして？慶太郎さんを見送りに高俊さんも戻ると聞いて来たんですよ。これを渡そうと思っておはぎを作ったんです。高俊さんと食べてください。おはぎですか。大好物です。でも配給が少なくてお砂糖ちょっとだから甘くないかもしれませんが。嬉しいよ、ありがとう。2人で来たんですか？ええ、私が誘ったの。失礼、そちらのお嬢さんは？東京からこちらに来たキリコちゃん。いいよ、紹介しなくても。ほらキリコちゃん。同時キリコです。俺、いやその、私は肘山高俊、はじめまして。ん？童子？童子博士と同じ名字だ。童子平蔵の娘じゃおかしいかな。奇遇ですね、あの方にこんな可愛いお嬢さんが。キリコさんのお父さんは偉い先生だと聞いていたが、博士だったのか。童子博士、交渉にいるということは。やめろ慶太郎、博士が新兵器に関与しているのは機密だ。しまった誰にも言わないよ、面白い人だ。慶太郎さん、遠くへ行かれるの？慶太郎の配属は私と同じところです。それほど遠くではありません。ですがしばらくは戻れないでしょう。玉緒さん、倉部の家の方々にはお世話になりっぱなしで感謝しきれません。妹千尋のことをくれぐれもよろしくお願いします。心配しないで慶太郎さん、千尋ちゃんは任せて。休暇には必ず戻るとあいつに伝えてください。慶太郎、そろそろ時間だ、急ごう。では我々はこれで。行ってまいります。2人ともお体に気をつけて。戻ります、必ず。なんだ今の、光ったぞ。雷か。確かこの辺りだったが。時坂神社、神様でも見たのかな。千尋は心配して。あの事件以来キリコさんたちは姿を消した。童子博士も沈黙したままだ。どうにも腑に落ちない。この数ヶ月、各地が空襲を受けている。このままでは日本はアメリカに。なんとかしなければ。秘密の新兵器、騎兵。その搭乗員候補生に私は選ばれた。誰だ？おっ、その格好は一体。え？体操着はまずかったかな。何があったかは分かりませんが、もう暗いしそんな格好では。ともかく家までお送りします。あなたは？自分は三浦慶太郎と言います。交渉で働いているんですが、休みをもらって家に戻るところです。お名前は？夏野、南夏野です。夏野さんのご自宅はどちらに？どう説明したらいいかな。待って、何の音だ？何が起こってるの？空襲だ。工場を狙って爆撃してるんだ。あの辺りにはクラベの家も。君はここにいるんだ。ここなら安全だ。あなたはどうするの？助けに行く。ちょっと。隊を追いかけて。え？本気？どうしよう。もう分かったわよ。行けばいいんでしょ？千尋！あ、ちょっと待ってよ。どうしてついてきたんだ？どうしてって言われても仕方がない。そこにいて。この先は火の勢いが強い。どこへ行くの？すぐそこが妹を預けてる家だ。なんてことだ。吹き飛んでる。直撃だったんだ。千尋！太郎さん！これは千尋の。千尋！玉緒さん！裁縫の苦手だった母が千尋のために苦労して作ったウサギの人形だ。歯切れを寄せ集めた粗末なものだが、千尋は肌身離さず持ち歩いていた。玉緒さんはどうした？いるよ慶太郎さん。玉緒さん、家がすっかり燃えてしまった。ああ、だけど無事で本当によかった。警報で防空壕へ避難してたの。でも千尋ちゃんが家まで戻るって飛び出して。兄ちゃんが戻るのに誰も待ってないと兄ちゃんが困る。千尋、無事だったのね。夏野さん、こは危ない。避難するんだ。出川の向こうも燃えている。釜積みの方に向かっているぞ。兄ちゃん、なんでこの時代にあれが。米国は我が国より工業力で勝ると聞いた。きっとあれは米軍の新兵器です。ついに本土に上陸されたんだ。このままでは。玉緒さん、千尋を頼みます。兄ちゃん、言うことをよく聞くんだぞ。玉緒さん、夏間さんもお願いできますか。慶太郎さんは交渉に戻ります。玉緒さんについていくんだ。さあ、日本がまだ戦えるのを奴らに教えてやる。この日のために訓練してきた。騎兵ならあんなもの。聞いた？やったの？分かってる。夕日はここでも変わらないな。人通りも少なく、試作にふけるにはいい場所だ。落ち着いて考えるんだ。今日も変化なし。裁縫の苦手だった母が千尋の空襲とともに上陸してきた。大きいものでおよそ10畳、車輪の類ではなく足のようなもので移動する。その姿はまるで化け物の百鬼夜行だ。まだどこにも動かしてはいない。天幕で覆われたあの中に乗ってきた騎兵がある。どうして私と騎兵だけがここへ。専門的な知識がなくとも騎兵は異様な代物だとは理解できる。だが時間旅行、これは騎兵の力なのだろうか。戦争が始まる前、叔父から借りた冒険科学小説にあった未来へと旅する物語。あの日あの時、現実になった。分身弾は打ち切った。電磁砲弾は使用不可能。両腕の電磁破砕椎、出力は5割減。限界だ。ここは空中で燃えていた家々はどこへ行った？一面にガラス窓、巨大な塔、どういうことだ？そうだ、最後に覚えているのは米国の新兵器に取り囲まれて、米国、まさか米国の主要都市にはこのような高層建築が立ち並ぶと聞いた。騎兵ごと米国に捕らえられたのか。気を失ってる間に敵国本土に運ばれたとすれば、いや待て、騎兵の稼働限界が来たのは今しがた。それほどの時間は経っていない。しかしこの光景は、いや祖国ではない、やはり米国なのだ。いいだろう、ここが死に場所だ。臆さずここから一歩も引くものか。騎兵がなくとも戦えるぞ。そうだ、騎兵、ダメだ、騎兵は旧国の秘密兵器だぞ。騎兵がこのまま敵の手に渡ってみろ。祖国存亡に関わる問題だ。だがどうする？今は起動どころか自爆すら不可能だ。早まらずよく考えろ。身を隠し騎兵の回復を待つべきだ。おじけづいたわけではない。国のため、妹のために、いつでも死ぬ覚悟はできている。だが今最善なのはもう一度騎兵を使うことだ。そうと決まれば善は急げだ。米兵が来るまでにここから離れ、息を潜めて機会をうかがうのだ。人々の友達は皆東洋人。何かおかしい。英字の看板もあるが漢字も。足束印刷に足束銀行、なぜ地元の名が。ゲーセン寄っていいか？別にいいよ。サンモールか？ジョイランドの方、セガの大型筐体ロケテストやってんだ。話している内容はわからない。だが日本語のようにも聞こえる。昨日のヒットトレード出てたじゃん。見た見た、たっくん最高だよね。いいよね。女学生の格好をしているが、あんなに足をあらわに。聞いたこともない訛りだが、言葉はやはり日本語だ。この自動車の量、ここは一体何なんだ。米国ではない、日本のようだが神妙極まりない。悪い夢を見ているようだ。まさか、そうか、周りが奇妙に見えるのはついに脳みそが壊れたせいかもしれない。騎兵の搭乗者にはそういう危険もあると同時博士から説明を受けた。そうだ、騎兵との同調試験の際も似たような幻を見たことがある。女のように髪を伸ばしているが、爪入りの制服、男なのか？なんだおめえは。こっちはまたひときわ珍奇な髪型だな。俺に喧嘩売ってんのか？いよいよおかしくなったらしい。なんだとこれ。おい待て。頭の男にカバンで殴られたんだ。収容所には見えないな。幻覚は続いているのか、それとも騎兵から助け出されて何かの実験施設に移されたのか。暦がかけてある。1985年。でたらめだ。やはり幻覚か。総天然色の箱型映写装置。騎兵にも空間映写装置があるが、あれは軍事機密だ。放送は野球に関する内容。とても軍事的な拠点とは思えないな。数学、現代国語、教科書が並んでる。日本史、日本には違いないようだ。この年表、1945年、日本無条件降伏。降伏、敗戦。西暦1945年、今年じゃないか。8月6日、広島に原爆投下、死者14万人。同9日、長崎に原爆投下、死者7万人。米国の新型爆弾2発で。この本は一体。1951年日米安全保障条約調印。1964年東京オリンピック。どこまで続くんだ。まさか、待てよ、暦に。西暦1985年、小さく年号もある。昭和60年。ここはまさか。大丈夫か？ほら。お、冷たい。飲み物、うちにはこれしかないんだ。これは炭酸ダメだったか？ラムネだ。小さな頃、ツツジの祭りで飲んだっけ。君は？網口修だ。ここは釜積の俺のマンション。三浦慶太郎だ。どうしてここに？倒れちまったんでタクシーで運んだんだ。昭和60年。この奇妙な世界は未来の日本。君が介抱してくれたのか。悪かったな。尾形のやつちょうどカリカリしてて、学校でこってり絞られた後だったから、あいつ次に問題を起こすと停学でさ。なんとか、まあ穏便に頼むよ。一つ教えてくれ。今は何年だ？何それ。打ちどころが悪くて何年寝てたか心配か？安心しろ。昨日も今日も1985年だよ。たとえ負けようともこれほどに復興できる祖国を誇らしく思う。だがこの未来を受け入れるわけにはいかない。負けると知った今、ますます戻らねばならなくなった。騎兵を持ち帰り未来を変えるのだ。一人でも犠牲が減るよう盾となって戦わねばならない。だが本当に戻れるのだろうか。もし戻る方法がなかったとしたら、千尋弱気でどうする。必ず戻る。諦めるものか。何でも試して方法を見つけてみせる。例えば、そうこちらに来たのではなく、時間がおかしいのはこの付近だけだとしたら、学校の辺りまで行けばまた何かが違うかもしれない。敗戦を乗り越え目を見張る復興ぶりで、この時代はあまりに豊かだ。行き過ぎなくらいに。戦争が始まる前、叔父から借りた冒険科学小説にあった未来へと旅する物語、現実になるとはな。図書館で調べてみたが、米国どころか世界のどこにも歴史上あのような兵器は存在しない。あれは一体何だ。美和ちゃん早く。伊織ちゃん急がなくても。女学生か。学校はあるようだが。あれは。君、待ってくれ。三浦君、よかった。神社で会った南夏野さんですよね。どうして夏野さんがここに。もうどこに行ったか心配してたのよ。あなたもここに来ているなんて。探してもいないからエリア51にでも連れて行かれたんじゃないかと思ったわよ。で、今までどこでどうしてたの？いや、それよりどこにいたの？親切な学生の家に泊めてもらったり、あとは野宿で。野宿？ちょっと待って、こっちのせいだし何とかする。とは言っても、私の家に男の子連れ込むのは。そうだ、玉緒おばあちゃん今旅行行ってて、家に十郎くんだけだったはず。部屋はたくさんあるし、あそこなら。玉緒おばあちゃん、ごめん、ちょっと荷物取ってくる。すぐ戻るから待ってて。お隣の倉部さん家に連れてってあげるから。倉部さんの家。見事にへこんで傷になってるな。千尋、もう泣くな。恋にやったわけじゃないんだ。おじさんもきっともう怒っていないよ。兄ちゃんは怒ってない？兄ちゃんはいつでも千尋の味方だ。ほら出てこい。桶を柱にぶつけるなんて荒っぽいままごとで遊んでたんだな。ウサギがね、大きなお化けをやっつけてたの。お化けはね、お家を踏んづけてどんどんやってくるんだよ。変なお化けだね。千尋が考えたのかい？ううん、たまに教わった。千尋ちゃん、ごめんね。お父さん短気だから。ごめんなさい、私のせいなの。玉緒さん、私が千尋ちゃんに夢の話をしたせい。起きて大丈夫なのですか？ええ、ここのところ体の調子がいいの。東京から来られたゴートさんに分けていただいた外国のお薬のおかげ。ただ飲み始めてからおかしな夢ばかりで、夢を見たというか、夢見たことを突然思い出すのよ。警報だ。大変。ラジオつけてみて。軍管区情報、空襲警報発令。敵はいずれも高度低く、なお航続敵機ありで、連続侵入を基としあり、官民共同の防空体制の強化を望む。大規模な敵襲だ。防空壕へ急ぎましょう。ほら、千尋ちゃんもおいで。十郎くんいる？南さん、なんで勝手に上がってくるの？玉緒おばあちゃんとは君より仲いいからね。勝手知ったるお隣さんなのよ。それよりお願いがあるんだけど。あら、南さんご近所だったのね。なんで出てくるんだ？クラスメイトの薬師寺さん。え、何これって。彼に何かご用ですか？いや違うんだよ。これはその夏野さん。ああ、入ってきて。お邪魔します。この家が残ってるなんて。誰？三浦慶太郎と申します。お願いというのはちょっと訳があって、彼を何日か泊めてあげてほしいの。え？南さんとはどういう関係なの？部屋は空いてるし、おばあちゃんが帰るまでよ。薬師寺さんとのいやらしい状況も黙っておいてあげる。違う。代わりに何も聞かず彼をかくまって。とにかく頼んだわよ。夏野さん、どうした慶太郎。確かに彼女は明朗快活で魅力的な人だ。だが今はそんな場合じゃないだろう。夏野さん、これは。大丈夫大丈夫、私のうちすぐそこだし、何かあったら言ってね。言ってしまった、困ったな。夏野さんはああ言っていますが、ご迷惑でしたら。ご飯食べた？夕飯一緒にいかが？そんな。お腹空いてるみたいね。いや、これはその、あなたの分すぐ用意するわ。あなたが玉緒さんのお孫さん。玉緒さんはご健在ですか？坊ちゃんピンピンしてるよ。島根の親戚の家に行ってて、今はいないけど。島根、石見にある玉緒さんの母方の実家か。君はばあちゃんの知り合い？ええ。そうなんだ。それで君をいつまでかくまえばいいの？故郷に戻るまでの間、しばらく。それなら事情は聞かないけど、面倒は起こさないで。1階の客間を使ったらいいよ。ありがとう。ラジオのあった場所に映写装置、改装されてるがあの家だ。燃えたはずなのに。ラジオのあった場所にこの柱、傷がないぞ。しかし立て直したわけでもないな。ここが本当に比べ家なら、この柱に残っているはずだ。千尋のつけた傷が。私の実家の敷地に20世紀の中頃に建てられた木造平屋のお屋敷があってね、100年近く残ってたの。私のおじいさんからよく聞かされたわ。子供の頃を過ごした思い出深い家だったって。いいですね、用意してみます。古いフィルムしか残っていないのだけど、こちらで復元しましょう。ありがとう、三浦さん。楽しみね。あら？誰かと通話してた？クラベ博士だ。居住区の設計で相談してたんだ。そっか、クラベ玉緒さんって21世紀生まれだもんね。120歳だっけ？ナノマシン治療を受けていると言ってもお若いわよね。森村博士の恩師だと伺った。聡明な方だ。そりゃ人工知能の権威だもん。それで何かあったの？何かないと連絡しちゃダメなの？私の気持ちが非常事態だから、今からそっち行こうかなと思って。それは至急対処が必要だ。待ってるよ。